西南極、マリーバードランドエルスワースランドパーマーランド、グラハムランドサウス、セトランド諸島、エルスワース山脈南極横断山脈ロス海、ウェッテル海西南極西南極は南極大陸のうち西半球部にある地域を指す、東半球にある東南極と体になるものである。当初は四五線を境界にした便宜的な地域分類に過ぎなかったが地形や地質において、 東南極とは際立った対比を見せている。東西は南極横断山脈が分断する。南極の地図を用いた簡便な方法は、まず南極点を中心に、軽度0度を上に、軽度180度を下に置き、この時、横断山脈が W60 度方向から南極点を下を通って E150 度方向へ伸びるが、 山脈で分断された左側の南極半島を含む1、3ほどが西南極である。西南極の後は20世紀初頭には使われていたが、大きく使用され始めたのは1957年から1958年の国際地球観測年の時である。南極横断山脈の太平洋側のマリーバードランドやエルスワースランドのほか 南極半島のパーマーランドなどが含まれている。ロス海とウェッテル海に挟まれており、東南極より陸地面積が小さく、ロスタナゴーリやロンネタナゴーリなどの海氷領域が広がっている。南極氷床の西南極側を西南極氷床といい、南極氷床の体積全体のおよそ10%に当たる。東南極氷床よりも小さいため地球温暖化に伴う。 妖怪の可能性については、議論が行われている。しかし、西南極氷床が乗る規定の看板は、氷床の地長によるアイソスタシーと、相まって1000メートル近くも沈んでいてほとんど、海面下にある。ベントリー氷河底地高の元岩面は -2555 メートルにあり、海水に覆われていない最新の地球表面になるが、その上を、 厚さ 3km もの氷が覆って観察も不可能なため、最も低い地球表面であるとの認識はほとんどなされていない。南極圏に入らない半島の北半分やサウスシェトランド諸島には航行や荷上げが容易なため、各国の南極観測基地が数多く置かれている。ありがとうございます。